どうもこんにちはえ佐藤拓夫と申します、えー、と私はあのいろんなデザインの仕事をしています。で今日はですねあの私が小さな時に起こったある出来事の話をしたいと思います。えーまあ、なぜかというとそれはとっても小さな出来事だったんですけれどもあのその出来事以前とそれ以降では 何かとてもなんか自分が大きく変わったじゃないかって今思うからですねであのその話はですね、えー、時計のある時計の話です、えー、家の壁に掛け時計がありましたあの私が小学校6年生ぐらいですから12歳ぐらいですね時代は1960年代後半ですね えー、日本の家もなかなか小さい家でその壁に掛け時計があったんですねでその掛け時計がある日壊れましたで母親が私のところにその時計を持ってきて「掛け時計壊れちゃったのよ」って言うんですねそれでその話を聞いた隣にいた父親が「俺が直してやる」っていう感じで。 その時計を、まあ、持ってったわけですねで父親がいろいろごそごそ直し始めましたで私はもう小学校6年生ですから外で歩き回るの走り回るのが大好きですからもう家から遊びに行っちゃったわけですねで夕方家に帰ってきたらばその時計が壁についていなくて机の上に置きっぱなしになっていたんですね ということはどういうことかっていうとそれはもう瞬間的に子供でも分かるわけで父親が治せなかったっていうことですねその時大体そのぐらいの少年はどう思うでしょうか俺が治してやるぞそれはそうですね父親と息子っていうのはもうほとんどライバルみたいなもんですから小さい時で 特にはは男の子は機械が好きですよねそれでそれを見たわけですその時計を手に取りましたで父親は直し始めたときにいろいろすぐに分解をし始めてたんですねバラバラにしてたんですねですから同じ方法で直すのではこれは直らないはずだ私よりも経験豊富な父親が そううやってて直しるるんだだかからそその方法でではとということがわわけですねそれでまずこれはどうやったどういう状態で壊れたんだろうっていうことを原因をまあ探った方がいいとそれで壁につい,てついてたその時計がついてた壁にネジ1本で引っ掛けて止めてあったわけですねでそのネジを見た時にすぐに分かりました ネジは下に傾いていてそこからスルッと時計が落ちたっていうことはそのネジの角度を見てなんとなく分かった時計の重さで徐々に徐々にネジが下に傾いていって多分落ちたんだろうとでそうすると時計はそのままの形のまんま真下に落ちただろうということですね多分こう転がって落ちたりとか 何かじゃなくてそのままストーンと落ちたんだろうということですということは当然時計の真下から真下がぶつかる床にぶつかるっていうことは誰でも分かると思うんですね。でその時計を見てみると普段気が付いてなかったんですけれども下から金属の棒が1本出ていてそれが床に当たって上に突き上げられたっていうことは 見れば考えればば考え分かったんですねそれで私は時計を裏返しにして時計の機械の蓋を開けましたそれでその金属の棒を上にたどっていったわけですねでこの金属の棒が上に突き上げられるとどこにぶつかるのか原因はその先にあるだろうで金属の穴あここはえー 突き抜けてるから力が加わらないだろうとそれを上の方にたどっていくとネジとかいろんなものがついてますここもあまりストレスがかからないだろうとそうやってたどっていくとあるところで確実にぶつかるっていう場所が見つかったんですねところが一見わからない一見わからないんですほんのわずかだったんでそこででもよーく見てみましたそこをでよーく見てみたら ミリへこんんででいたんですねほんのわずかへこんでたんですでそのほんのわずかへこんでたところをクッと直したらあっ <laughs> カチッ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 カチカチって動き始めたんですねやったー親父に勝ったって思いましたなんか その時にその何か問題が起きた時にそれをこう探っていってその原因はどこにどう影響しているのかっていうのを探っていったまあ自然とそれは考えたんですけれどもそれが何かすごく大きな経験で実はすごく家庭の中ではものすごく小さな事件なんですけど自分にとってはとっても大きなあの経験だったあの気がします。 この時のあっていうのは問題をこう解決するその方法に気づいた時のあですよね。でも日常生活は結構いろんなあがありますよね。例えばデザインの仕事をしていると何かにこうアイデアがこう気が付いたときにあってこう思いますね。日本語だとあなんですね。これはちなみにひらがなのあです。 ABC の A のののようなもですで、その「あ」っていうのは、まあ、いろんな「あ」があってこのいろんな「あ」があってその一つ一つは結構ささいな実はことなんじゃないかと思うんですね本当に小さな「あ」だと思うんですねでもその実はすごく小さな「あ」をこう普通は見逃してしまうで今土曜日の朝ですから今朝 えっと7時から15分間「デザインア」っていう番組を子どものための番組を携わってるんですけどもそれは子どもたちはすごく純粋にいろんなものに「ア」ってこう注目するはずなんですねでその「ア」をすごく大切にした方がいいんじゃないかでその「ア」って思ってるその瞬間はまだ言語化されてない言葉化されてないわけですよねあでもその「ア」って思った瞬間に人間って言語言葉が 言葉がそのあにどんどん張り付いてきますどどんどん言語化して一体何が「あ」って思わせたんだろうっていう言語化するでもその実は言語化する前の体全身で全体で「あ」ってこう気づいてる時っていうのがものすごく大切で,でそれはほんのわずかな「あ」なんだけども実はもしかしたらこれからの生活や未来を切り開く「あ」かもしれない。 だからそれはもう誰でも経験してることだと思うんですね我々毎日例えば帰り道ちょっと違う道通ってみようかなっていうのはありますよねでいつもやっぱり忙しいですから毎日同じことをずっと繰り返してるとこういう感覚が死んじゃいますけどもあっちょっと今日なんかあそこの店寄ってみようかなっていうのも一つの「あ」だしでそっちの方に行ってみるとまた思いがけない出会いに次々出会っていくっていうそれも、まあ「あ」ですよねでその感覚 人間の感覚を総動員しておそのか感じる「あ」っていうそれは日常生活にいっぱいあるのでそれをどうやったら生かしていくかいけるかで今の社会というのは実はこの「あ」っていうものが生かされない社会になってるんじゃないかっていうふうに思いませんか例えば何か目標がありますよね目標がでそうするとそのために プロセスを考えますでそれに準じて進むわけですけどその,その過程でその途中でやっぱりそこに行ってみなければ分からないことに次々出会いますよねでその時にあこうした方がもっといいんじゃないかなって思った時にそれが世の中は許されないことが多いいや最初に設定した目標はこうでプロセスはこうなんだからその通りにやりなさい そそこにに行っってみなななけれれればわかからないいいいあがぱるのにそれが生かされないだからなんかやっぱり明日地自信があるかもしれないもう1秒後に何が起きるか実はわからないでそこに行ってみなければわからない「あ」っていうものをどんどんこう取り入れながら何か動いていく流れていく進んでいくっていう社会になると何かこの硬直したその今,今の。 状態っていうのが打開できるんじゃないかでそれは実はすごい小さな「あ」をどう生かせるかっていうことなんじゃないかそれは誰でも「あ」子供でも「あ」大人でも「あ」だと思うんですねこんなにいっぱい「あ」が日常生活には多分あると思います一日に「あ」って思うのが何回あるか数えてみるってどうですかねそれは結構数が多い方がもしかしたら幸せかも 知れないないいっていうふうにすごく思うんですねですから今日はすごくシンプルでいろんなデザインの仕事をやってるんですけどやっぱり一番なんかその「あ」っていうものが今までの社会を作ってきたし未来を作っていくんじゃないかって思うものですから「あモメント」「あモメント」大切にするのってどうですか <laughs> ありがとうございました。